はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。現代社会で仕事やストレスと戦っている皆さん、そして終末世界や地球滅亡の危機に瀕している世界でゾンビやミュータントと戦っている皆さん、お疲れ様です。今回はまったりと異世界生活を楽しめるスローライフなゲームをピックアップしてみました。まったりと遊ぶことができるのになぜか何かと忙しくなりがちなプレイになってしまうスローライフシムですが、たまには日々の戦いを忘れてほのぼのとした世界でスローライフを楽しんでみてはいかがでしょうか。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは早速見ていきましょう。まずはじめにポーションパーミット。閉鎖的な村を救う錬金術師ライフシム。プレイヤーは医師会から派遣された薬剤師となって、最新の錬金術を使ってムーンベリーの住民を病から救うといった物語です。しかしムーンベリーの住民は伝統的な文化や生活を好み、外の世界に対して警戒心の強い住民ばかり。プレイヤーは相棒の犬と共にムーンベリーに移り住み、町の住民との関係を築きつつも、薬の素材を求めて時には危険なモンスターと戦い、町の人々の健康状態を改善させていくことで、住民たちは少しずつ心を開いてくれるようになっていきます。自分のペースで自由にゆっくりと進めることができる作品。1月26日のアップデートでちゃんと日本語で遊べるようになっています。ポーションパーミットはやや好評な日本語対応の作品です。宣教物語イモータルライフ。不老不死を求める仙人スローライフ。古代中国をイメージした世界を舞台に、不老不死を求める宗派の一員となって村を拡大していくスローライフシミュレーションです。プレイヤーはかつての繁栄を失い衰退してしまった宗派に加わり、中国の道教をモチーフにした仙人修行の傍ら、農業や釣り、薬草採取など牧歌的な生活を満喫していきます。集落で暮らす人々はそれぞれに独立した行動様式を持っており、彼らとの関係性を深めることで新しいアイテムやミッション、スキルを手に入れることができたりと、コミュニティ全体の絆を深めることが自身の成長につながっていきます。ゲームは昼夜のサイクルや春夏秋冬などの四季の移ろいが細かく24種類に分けられ、繊細な季節の変化を感じることができ、決められたゴールラインなどに従う必要もないので自由に仙人スローライフを満喫することができるようです。宣教物語イモータルライフは非常に好評な日本語対応の作品です。スタクセル。ようこそマインクラフトバレー。一目見た瞬間にマインクラフトを連想させるビジュアルはボクセルベースでデザインされ、色調やアニメーションはスタディオバレーのそれであり、まさに本作はマインクラフトとスタディオバレーを合体させたようなゲームです。ライフシム要素に重点を置いた本作は、敵と戦う戦闘要素や空腹、喉の渇きといったサバイバル要素を排除し、建築、農業、コミュニケーションをメインに遊べるのが特徴で、まさにスローライフ。プレイヤーは新たに村にやってきた移住者として、譲り受けた牧場を建て直し、作物を育てて収穫し、生計を立てていく物語。農場経営はもちろん、養蜂、酪農、伐採、採掘といった日常業務、自由度の高い建物建築のほか、釣りや料理、ペットの飼育といったアクティビティ、そして個性豊かなキャラクターとの交流など、豊富なコンテンツが用意されています。スタクセルは非常に好評な日本語対応の作品です。ピンシード。親から子へと世代を超えて楽しめるライフシム。綿密でカラフルな色合いで作られたピクセルドットがとにかく美しい作品です。しかし、本作の最大の特徴は、美しいピクセルアートではなく、世代交代システム。この世界では時の流れの中で、四季の移ろいを感じながらも、プレイヤーを含む誰もが年を取り、寿命を迎えることになります。人生を終えたキャラクターは、自分の声とスキルや能力を引き継ぎ、何世代にもわたって人生を体験していきます。このシステムがすごくユニークで、世代が変わるごとに NPC の生活にどう影響していくのかを見届けることができるというのは興味を惹かれます。
ゲームはとにかくやれることが多く、農業や畜産などの牧場経営はもちろん、資源採集、釣りや虫取りといった定番の要素から、敵との戦闘、住民との交流など盛りだくさん。また、プレイヤーは牧場経営だけではなく、鍛冶屋、宿屋、酒場、雑貨屋、薬局など、店舗を経営することができ、かなり自由度の高いスローライフが楽しめるようです。また、この世界には複数の村が存在しており、そこで暮らす住人にはそれぞれ好き嫌いがあり、プレイヤーの取った行動は住人に影響を与え、関係性も変化していくとのことです。かなりのポテンシャルを持っていそうなのに、残念ながら日本語未対応です。キンシードは非常に好評な日本語未対応の作品です。読んだクラウドキャッチャークロニクルズ、オープンワールドスローライフシム。冒険家である主人公は航海の途中、嵐によって遭難し、ジュメアという美しくも不思議な島に流れ着きます。完璧な楽園のように思えた島でしたが、謎の霧により環境が汚染され、島の住民に悪影響を与えていました。プレイヤーは島を覆う霧を晴らすため、この地に住む精霊スプライトの力を借りながら、気候が大きく異なる8つの地域を冒険していくことになります。霧を晴らすという目的はあるものの、プレイヤー自身のペースで進めることができ、時間や天候の変化、季節の移り変わりもある広大なオープンワールドで、釣りをしたり土地を借りて農業に勤しんだり、ビールを醸造したりと数多くのアクティビティが用意されています。島には不思議な動物たちがたくさん生息しており、動物たちとの交流を深めることで一緒に散歩ができたり、交易に役立つアイテムを手に入れることができます。またこの島では通貨は存在せず、アイテムは基本的に物々交換。島の住民たちの依頼をこなすことでもアイテムを入手することができます。目的はあるものの、目的に縛られないスローライフを満喫することができる作品。読んだクラウドキャッチャークロニクルズは非常に好評な日本語対応の作品です。ドラゴン農家。ドラゴンの背中で村を運営する牧場系シミュレーション。地上は竜の足音によって頻繁に地形が変わってしまう上に、居住と害獣の巣となり人間が住めなくなった世界。人々は竜の背にすがり村を開拓し、農業はもちろん、家事、釣り、裁縫、料理、調合、畜産と幅広い要素が盛り込まれ、自らの手で様々な素材を集めてアイテムを作り出し、自由に村づくりを楽しめる作品です。主人公は記憶を失い、亀型竜グラントータス、通称グラちゃんの上で目覚めたところから物語は始まります。そこで竜の巫女ノナや竜教会の妖精ミミリと出会い、荒れ果てた村の再建を任されることとなり、居住環境を整え新たな住民を移住させ、仕事を与え、より豊かな暮らしを目指していきます。またこの世界に存在する竜はグラちゃんだけではなく、火竜、風竜、漂竜など様々な属性を持った竜が存在し、いつの日かそれらの竜と戦う日もやってくるようです。ドラゴン農家は非常に好評な日本語対応の作品です。グロー・ソング・オブ・ザ・エバー・ツリー。失われた世界を再生するほのぼのライフアドベンチャー。生命を支える巨大な木エバー・ツリーが枯れ衰退しつつある世界アラリアを舞台に、主人公はエバーツリーを守り育てるエバーハートアルケミストとなって世界を作り上げていくファンタジーライフアドベンチャーです。かつてエバーツリーの枝には美しい世界が広がり、大樹の麓では街が大きく発展していました。しかし闇の存在により人々の心の調和が満たされ、エバーツリーはただの苗木となってしまい、美しいアラリアの世界は忘れ去られてしまいます。そして時は経ち、エバーツリーの育て方を知る若きエバーハートアルケミストが全てを元に戻すべく立ち上がり、一度は失ったアラリアの世界を再構築し平和を取り戻すといった物語です。ゲームは世界の種の作り方を学び、草原や砂漠、凍った世界など様々な土地を生み出すことで新たな生命が誕生したり、廃墟や洞窟または未知のエリアも生成されていきます。そうした世界を探索し、失われた知識に触れることでエバーツリーの核心に迫ることになっていきます。人々の心の調和を育み、世界を再生するほのぼのライフアドベンチャー、グロー・ソング・オブ・ザ・エバーツリーは非常に好評な日本語対応の作品です。
グレイビアードキーパー、ちょっとダークな墓守スローライフ、暗黒牧場物語、闇落ちしたスタデューバレーと称される本作。突如として中世の世界に異世界転生してしまった主人公が元の世界に戻るために墓守として墓地の運営を行う物語です。農業、釣り、クラフト、料理など牧場系のゲームと同じようなことは一通りすることができ、せっせとお金を稼いで元の世界に戻る準備を進めていくといったゲーム内容。本作が暗黒、闇落ちと言われる点は、墓守として遺体を埋葬するだけではなく、遺体を解剖し素材として臓器を売却したりクラフトに利用したり、さらには工場で機械や人間の従業員を使うのではなくゾンビを使うあたりなんかも結構ダーク。倫理的にはどうかと思いますが、ドット絵と BGM の雰囲気が良く、ダークなスローライフを満喫することができます。グレイビアードキーパーは非常に好評な日本語対応の作品です。シムズ4、根強い人気を誇る名作ライフシミュレーション。シムと呼ばれるキャラクターを作成してその人生をシミュレートできる作品です。2020年10月より全てのプラットフォームで無料化となり、発売は未定ですがシムズ5も開発中とのことです。現実のようで全く現実ではない世界でシムたちを操作誘導したりして彼らの日々の生活に介入していきます。放っておいてもシムたちはそれぞれ勝手に行動を始め、それを眺めるだけでも面白いです。とにかくやれることが多く、現実社会生活同様に朝起きて仕事に行ってご飯を食べて寝るといったことがシムズの世界ならではのコミカルでユニークな生活体験として楽しめます。シムズ4は非常に好評な日本語対応の作品です。マイタイムアットサンドロック、砂漠暮らしスローライフ。スチームでも高評価なマイタイムアットポルティア、君の街ポルティアと同じ世界観を持つ作品です。前作と同様にこの世界は災厄によってほとんどの現代技術が破壊されており、それから300年が経過したという世界設定。そんな世界のユーフォラ砂漠にある街サンドロックを舞台に、ものづくりや農業、敵やボスと戦うアクション RPG の要素から街の住人との交流など何でもできる高い自由度が特徴の作品。かつては繁栄していた街サンドロックも隣接するオアシスが干上がってしまったことにより多くの住民が去り衰退。プレイヤーはそんな街に新たなビルダーとして雇われ、人々のつながりを取り戻しサンドロックの再興を目指す物語です。自由度の高さが特徴の作品ですが、メインミッション、サブミッションなど新たな要素とさらなるボリュームを追加しているとのこと。また前作にも登場したキャラクターの他に30人以上の新たなキャラクターが登場。前作と同様にコンテンツの豊富さ、自由度の高さ、さらにはマルチプレイにも対応するので、かなり長くスローライフを楽しむことができます。マイタイマーとサンドロックは非常に好評な日本語対応の作品です。コージーグローブ、呪いの島でキャンプをするライフシミュレーション。主人公は魂と話すことができるスピリットスカウトとなって、一見無人島のように見える島を賑やかで色彩あふれる街にすることが目的です。島に到着した直後はほとんどの色も生物も存在せず、収集や伐採、釣りやクラフトをしているうちに困っている幽霊に出会い、彼らを助けることで徐々に島に彩りが戻っていくといったゲームシステム。幽霊たちを助ければ助けるほど個性豊かな彼らとお近づきになり、幽霊たちのことや島に隠された様々な秘密を知ることになります。ゲームは現実の時間とシンクロしているため、一日にできるクエストは限られますが、明日を楽しみにしながら釣りや素材を集めてのんびり過ごすゲーム。独特の世界観や BGM が心地よく、装飾のバリエーションやオブジェクト一つ一つのデザインが細かく、雰囲気作りにもこだわりを感じられます。コージーグローブは非常に好評な日本語対応の作品です。カリコ、動物カフェ運営スローライフ。物語の舞台は魔法少女や動物たちが暮らす賑やかな街ハートビレッジ。主人公は祖母が経営していたカフェを再びオープンするためにハートビレッジにやってきた魔法少女。廃れてしまった動物カフェを再建すべく、ハートビレッジを散策しながら住人や動物と触れ合い、カフェを運営していくことになります。
たくさんの動物たちが暮らしているこの町では、様々な動物と触れ合うことができ、友達になった犬や猫に名前をつけたり、撫でたり猫じゃらしなどで一緒に遊んだり、さらには動物を頭の上に乗せることもできるモコモコスローライフを楽しめます。ゲームはのんびり街で過ごす他に、メインクエストがあり、クリアすることで報酬がもらえたり、新しいマップがアンロックされていくシステム。本作は夢と魔法の世界でのんびり過ごすことがメイン。カフェ運営はミニゲーム要素のあるお菓子作りと作ったお菓子の陳列だけとカジュアルなシステムになっています。カリコは非常に好評な日本語対応の作品です。ベア&ザ・ブレックファースト、可愛いクマが主人公のホテル経営アドベンチャー。プレイヤーは心優しいクマのハンクとなって、友人と共に森の中で廃墟となった小屋を見つけ、そこから朝食付きのホテルを運営していくことになります。森の中にある資源を集め、少しずつホテルを改築し、顧客の満足度を上げてお金を稼ぎ、設備をさらに充実させていきます。物語を進めていくと、森に住む個性豊かなキャラクターと出会い、彼らのお願いを聞くことで、その人物の秘密が明らかになったり、ホテル経営に力を貸してくれるかもしれません。またこの森には伝承や森の奥深くに眠る謎があり、それらの答えを求めていくうちに森の神秘に近づいていくことになります。ベア&ザ・ブレックファーストは非常に好評な日本語未対応の作品です。コーラルアイランド、トロピカルな島でスローライフシム。プレイヤーは南国テイストなコーラルアイランドに移住してきた新たな住人となって、農業、飼育、探検、町の住人との交流などを行い、スローライフな生活を楽しめます。舞台となるコーラルアイランドは7つのエリアで構成され、何を建設し何を育て、どの動物の世話をするのかはプレイヤー次第。栽培できる作物は70種類以上と豊富に用意されています。島にやってきたプレイヤーは土地を開拓し、農場を経営して作物や動物の世話を行い、新しい町で新たな出会いを通して素敵な関係を築いていく。本作のタイトルにもある通り、コーラルアイランド、サンゴの島とありますが、今は失われつつあるサンゴ礁を救うべく、町の人々と協力して、サンゴ礁を織りなす美しい町を取り戻すことが目的です。季節の移り変わりに応じて物語も変化し、季節ごとにお祭りが開催されたり、50人を超えるキャラクターたちの出会いや交流、さらに猫や犬はもちろん、猿や狐などもペットにできるとのことです。また島には女神、人魚、巨人といった神秘的な伝説が残っていたり、石油採掘を目論む企業がいたりと、盛りだくさんな展開が待っているようです。コーラルアイランドは非常に好評な日本語対応の作品です。トラベラーズレスト、ファンタジー世界で酒場経営ライフシミュレーション。スタデューバレーやグレイブヤードキーパーの影響を受けたとされる本作。プレイヤーはファンタジー世界で冒険者が集う酒場の店主となり、お店を営んでいくライフシミュレーションです。ゲームはたった一組の椅子とテーブルを設置してスタート。お店の周辺に広がる土地を切り開き、素材を集め、木材を加工してテーブルや椅子をクラフトしながら、家具や装飾品で快適度を上げ、やってくる冒険者たちをもてなし、少しずつお店の評判を高めていきます。ゲームを進め、お店が大きくなるとビール醸造やワイン作り、畑を耕し、料理の材料を手に入れ、オリジナル料理を作ることも可能です。顧客との信頼関係を築き、ファンタジー世界の冒険者たちに愛される宿屋兼酒場を目指しましょう。トラベラーズレストは非常に好評な日本語対応の作品です。リトルウィッチインザウッズ、見習い魔女のスローライフアドベンチャー。本作の主人公は魔女見習いの少女エリー。魔法学校の習わしとして各地に存在する魔女の館で暮らしながら、一人前の魔女になっていく物語が描かれます。魔女の修行のメインは宅急便ではなくポーション作り。周辺の森で素材を集め、レシピをもとに大釜でポーションを作り出していきます。また周辺の村で暮らす個性的な人々と交流を深め、困っている人たちの手助けになることで親密になり、秘密の話を聞けたりするかもしれません。細かく繊細なドット絵で描かれたポップで可愛いグラフィックが印象的な本作は、アーリーアクセス時点ではプロローグと5時間ほどの1章だけとなり、
アップデートで新たなメインストーリーと新しいエリア、神殿や新たな探索ポイントが追加されています。正式リリースを2023年に予定し、全3章で構成される物語は20時間のボリュームとのことです。リトルウィッチ・イン・ザ・ウッズは非常に好評な日本語対応の作品です。マイタイムアットポルティア、ほのぼのスローライフ RPG。 父親が働いていた工房がある町ポルティアに引っ越し、そこで新しい生活を始めるスローライフな牧場経営ゲームです。ゲームは序盤から何でもできる高い自由度が特徴。朝起きて農業、住人の頼み事、ギルドに張り出されている依頼、素材集めなんてしているうちにあっという間に夜になってしまいます。ものづくりを中心に敵やボスの出現などアクション要素も組み込まれ、ゲーム的にはオープンワールド RPG に近い感じです。自由度の高さが特徴の作品ですが、ストーリーもメインミッション、サブミッション豊富に用意され、しっかりとした内容になっています。また50人以上のキャラクターと友情やロマンスを育み、結婚して子供を産むこともできたり、コンテンツの豊富さ、キャラの人間臭さ、自由度の高さが相まって、なんだかんだで長く遊べるほのぼのスローライフゲーム、マイタイムアットポルティアは非常に好評な日本語対応の作品です。サンヘブン、ファンタジー世界で農業ライフシム。ここはかつて繁栄を極めた町、サンヘブン。しかし現在は寂れてしまい、市民は町を維持するため最善を尽くしていますが、かつての栄光を取り戻すことができません。この町を訪れたプレイヤーは農場を建設し、冒険に出かけ魔法を習得。魔法は戦闘に使用する以外に、作物の栽培速度を早めたりと、農業や採掘に役立つ魔法を学ぶことができます。町の人々との交流や恋愛要素もあり、人間から悪魔まで男女様々な7種類の種族が登場。性別や種族を問わず、人生の伴侶となる人物を探して結婚し、子供を産んで家族を築いていくことができます。農業、採掘、探索、恋愛など、あらゆる要素が盛り込まれた自由度の高い本作は、最大8人でのマルチプレイにも対応しています。サンヘブンは非常に好評な日本語未対応の作品です。リトルウッド、勇者が救った後の世界を再建するスローライフ街づくり。舞台となるのはダークウィザードを倒し平和になった世界。しかし人々は混乱し、街は荒れ果て、勇者自身の記憶も失われていました。そういった背景がある世界で、記憶をなくした勇者として、かつて共に冒険をした仲間の力を借りながら街を再建するという物語です。農業、釣り、素材集めや料理、街へ出かけて住民との交流といったライフシミュレーション要素に街づくり要素を加えたゲーム性が特徴です。平和になったこの世界ではモンスターとの戦闘はなく、住民とコミュニケーションを取りながらスローライフを送りつつ街の再建を目指します。はじめは何もない街ですが、少しずつ賑わいを取り戻してくると、新しい出会いがあったり、新たな建物がアンロックされたり、遊びの幅が広がっていくのが楽しいゲーム。日本語未対応と紹介していますが、Xunity オートトランスレーターを使った日本語化ファイルが公開されています。リトルウッドは非常に好評な日本語未対応の作品です。ワールドエンドダイナー、世界の終わりのレストラン。人類滅亡後の世界最後の島でレストランを経営するといったゲームです。プレイヤーは人類が滅亡した世界の最後の島でレストランを開き、オーナーとして島の動物たちやロボットたちのために美味しい料理を作っていきます。レストランを経営するだけではなく、近くの森に材料の調達に出かけたり、畑を耕し作物を育てたりと、慌ただしい毎日を過ごしていきます。島を探索していると、料理の材料となる木の実やハーブ以外にも古代遺物なんかも出てくるみたいで、島の秘密や人類滅亡の理由を知る手がかりなんかも隠されているとか。人類がいなくなってしまった動物とロボットたちだけの森で、世界の終わりにレストランを経営しましょう。ワールドエンドダイナーは非常に好評な日本語対応の作品です。ルナズフィッシングガーデン、サクッと遊べるフィッシングスローライフ。主人公の少女キャシーは、ある日のんびり釣りを楽しんでいる最中に、
突如やってきた竜巻に飲み込まれ、見知らぬ島で目を覚まします。そこで大きな狐の精霊ルナと出会い、ここが精霊の世界で、この島はルナが管理する庭園だということを知ります。キャシーは元の世界に戻るため、世界で最も大きい庭を作るという精霊ルナの願いを叶える物語が展開していきます。ゲームは船に乗って魚を釣ったり、島でバナナやパイナップルを育てたり、動物のお世話をしたりして、のんびり庭を大きくしていきます。ドット絵で明るい色使い、時間制限もなく自分のペースで楽しめる作品。ルナズフィッシングガーデンは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。ディズニードリームライトバレー。ディズニーの世界を舞台にした夢と魔法のライフアドベンチャー。かつては平和な村であったドリームライトバレーは、忘却という出来事によって世界には闇の棘が広がり始め、記憶の数々が失われてしまった村が舞台。村に関する素晴らしい記憶の数々が失われて絶望感に襲われ、行き場をなくした住民たちはドリームキャッスルの閉ざされた扉の奥に隠れるしかありませんでした。プレイヤーはこの世界の謎を紐解き、恐るべき忘却の魔の手からドリームライトバレーに魔法を取り戻すための冒険に挑みます。ゲームは自宅や景観を自由にカスタマイズできるライフシム的要素と、物語を進行させるとディズニーやピクサーの人気キャラクターたちをアンロックすることができ、各キャラクターのストーリーやクエストをクリアしていくアドベンチャーゲーム要素を楽しめます。ディズニードリームライトバレーは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。ディンカム、森ライクなスローライフシム。オーストラリアをモチーフにした架空の島で街を作りながらのんびりスローライフを楽しめる作品です。寒さの厳しい雪の降る街サウスシティに住む主人公は、ある人材募集の張り紙を見たことを機に、フレッチと名乗る老婆と共に無人島の最初の住人として何もない島を発展させていくことになります。ゲームは何もない荒野からスタート。ユーカリの森、灼熱の砂漠、涼しい小川など様々なロケーションを舞台に、狩猟、採掘、釣りをして貴重な資源を集め、道路の舗装や橋の建設といったインフラ整備から農場、住宅、商業施設といった建物を建て、少しずつ街を築いていきます。街を拡大していくことでお店がオープンし、新しい住民が増え、やってきた住人と交流したりと遊びの幅が広がっていきます。また本作はマルチプレイにも対応しており、友達と一緒に街を発展させたり、大自然のアクティビティを楽しんだりすることができます。本作日本語未対応と紹介していますが、Xunity オートトランスレーターを使った日本語化ファイルが公開されています。ディンカムは圧倒的に好評な日本語未対応の作品です。I was teenage exocolonist。 異星で暮らす若者の人生を体験する SF ライフシム。カードゲームとビジュアルノベルの要素を合わせ持つ SF ライフシミュレーションです。プレイヤーは太陽系外のスペースコロニーで暮らすティーンエイジャーとなって、人生を歩んでいく中で魅力的な冒険を通して自身を成長させ、素敵な友人との出会いや恋愛など人生を謳歌していくことになります。ゲームは物語を重視したライフシム要素に、カードゲームのようなバトルで主人公を育成していくようなゲームシステム。デッキの中のカードはプレイヤーの人生の記憶を描いており、物語において様々な決断をすることでカードを得ることが可能です。探索やバトルといった行動をすればフィジカル系のカードを取得できたり、勉強すればメンタル系のカードを取得し、成長過程はカードデッキとして構築されていきます。また本作は前回の人生の記憶を持つというタイムループ要素のある作品となっており、リプレイを見据えた800以上のストーリーイベントや29種類のマルチエンディングなどが用意されており、かなりのゲームボリュームとなっているとのことです。 I was teenage exocolonist は圧倒的に高評価な日本語未対応の作品です。スタデューバレー、のんびり田舎で暮らすカントリースローライフシム。ドット絵好きにはたまらないビジュアルとゲームボリュームが非常に多いことが特徴の本作。舞台は都会から遠く離れたペリカンタウン。企業勤めに疲れた主人公は祖父から農場を譲り受け、田舎暮らしを始めることになります。しかし長年放置され荒れ果ててしまった農場は、すぐに作物の栽培や家畜の飼育が始められる状態にはなく、雑草刈りや木を切り倒し、
石を取り除き整地するところから農場生活はスタートしますが、遊び方はプレイヤーの自由。祖父の農場を再建し、農業や牧畜を営むのはもちろん、他にも釣りをしたり料理したり採掘したり、町のイベントに参加して住民と交流したり、やれることが盛りだくさんなカントリーライフを楽しむことができます。自由度が高くやれることが多いゲームですが、一日の流れが非常に早く、ぼんやりしているとあっという間に1年が過ぎてしまいます。計画を立てて行動すると意外にやることに追われるゲームですが、牧場経営しながら釣りをして探検をして自分のペースでのんびりプレイするもよし、町の住民と交流を深め結婚して幸せな家庭を作るもよし、いろんなスローライフが楽しめるのも本作の特徴の一つです。スタデューバレーは圧倒的に好評な日本語対応の作品です。はい、今回はまったりと異世界生活を楽しめるスローライフなゲームをピックアップしてみました。たまには日々の戦いを忘れて、ほのぼのとした世界でスローライフを楽しんでみてはいかがでしょうか。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように。次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。